タッカベ。はい、どうも、たっぷりカブタムシのお時間です。今回はババオオゴオオニクワガタの戦闘能力を解説していこうと思います。はい、このババオオゴンはクワガタ全体で見ても全身金色の派手派手なクワガタで人気も高いですが、戦うイメージはあまりなく、戦っている姿もあまり出回っていないクワガタになります。そんなババオオゴンの貴重な戦闘データが取れましたので徹底的に分析していこうと思います。それでは本題に入っていきましょう。動画の構成が基礎ステータスの紹介、戦闘スタイルの紹介、高い耐性維持能力になりますので最後まで見ていただけたらと思います。それではまず基礎ステータスから見ていきましょう。これは僕たちが飼育している1個体のデータなので、個体差による変動はあると思いますので参考程度に見ていただけたらと思います。そして今回の個体は僕たちがブリードした個体で、右後ろ足が少し羽化不全で変形してしまっているので多少ステータスに誤差が生じるかもしれないのでご了承いただけたらと思います。このステータス表はほとんどがグラム単位で表記されていますが、参考程度にどのくらいの力かを紹介すると、だいたいこのくらいのものを押したり、爪の力で持ち上げたりする力になります。学力に関しては挟む位置で発生する力が大きく変わるため、トルクという大顎を回転させる元々の力と大顎の先端と付け根でどのくらいの力が発生するかを算出しています。ではステータスに触れますが、このババオオゴン、ステータス的には高水準でなかなか強いクワガタになります。その中でも特に押し合う時の力、押し力はかなり強く、 1040g と体格や体重などサイズ感を考慮するとクワガタ最強格のドルクス族も上回るほどの超パワーになります。やるじゃないか。ババオオゴン自体がギネスでも 83mm くらいと、ドルクス族ほど大きくならないためドルクス族には及びませんが、胴体長や胴体重なら押し力はババオオゴンの方が強いと思います。実際に本土平田の 73mm なんかは押し力 915g と今回のババオオゴン 66mm の方が強い数値になっています。ババオオゴンはサイズ感を考慮するなら押し力最強格のクワガタといっても過言ではないと思います。爪でしがみつく力、走力は 595g ということでクワガタ全体で見ると平均くらいの数値でドルクス族と同程度といったレベルになります。ただ今回の個体は後ろ足が1本羽化不全で使いづらいという条件下なので、実際はもう少し強い数値と予想できます。手に乗せた感覚的にはもうちょっと強そうな感じがしましたが、意外とこんなもんでした。おそらくこのサイズで 595g なら 80mm クラスの大型のものになると、タランドゥスなど爪の力が強いと言われているクワガタと同等レベルになると思います。そして大顎で挟む力、学力に関しては平均値を大きく下回りかなり弱い部類になります。学力 20kgm は国産のノコギリやミヤマよりも弱く、体の小さなエラフス細赤クワガタよりも弱い数値になります。さらにリーチや大顎回路も狭く、攻撃範囲があまりないため挟める場所もかなり限定されてしまいます。それを自分で理解しているのかは分かりませんが、重心を下げて相手の足を狙っていることが多い印象があります。続いて戦闘スタイルですが、重心を下げて相手の大顎や前足など挟めるところを下からすくい上げるように挟んで動きを封じながら押し切るスタイルになります。このスタイルのクワガタは僕たちの知る限りだとババオオゴンしかいないので、ある意味可能性を感じる戦闘スタイルだと思います。大顎回路は狭いですが、大顎の形状は細いものを挟むのに適しており、
大顎や足をつかむとかなりのホールド性能を発揮します。これはカステルナウディなどツヤクワガタの端子にも同じことが言えるのですが、ツヤクワガタはババ黄金とは違って学力が強いので、挟んでホールドではなく挟んで切断してしまいます。そういった見方をすれば学力が弱いというのも短所ではなくなります。むしろ高いホールド性能を獲得できる長所という見解もできると思います。このスタイルが強いかというと、まだそこまで多くの戦闘を見たわけではないので確実にとは言えませんが、予想ではかなり強い部類に入ると思います。理由としては低重心で下を取られることがほとんどなく、上下組下になってもババ黄金の押し力なら、押し負けることもほぼないので不利な体勢になりにくいからになります。クワガタ同士の戦いにおいて体勢が崩されたり不利な体勢になれば、格下にも負けることが多々発生するので、この体勢の維持力という面ではババ黄金はかなり優秀なクワガタだと思います。また上下組下になった場合は挟まれる位置によっては相手の前足に大顎が届くので、前足を挟み押し切るという必勝パターンに持ち込みやすくなるのも、このスタイルの強みの一つになります。最後にババ黄金の体勢維持能力について紹介します。これは戦闘スタイルでも少し触れましたが、低重心のため上下組下になりやすく、下を取られにくいというのが大きな理由になりますが、それ以外にもババ黄金にはもう一つ特筆する特徴があります。それが高い危険察知能力になります。これはタランドゥスにも共通する部分がありますが、相手の角や大顎が自身の下に入りそうになったら瞬時に回避行動を取るというものになり、これに付け加えてババ黄金は相手の大顎を挟むということも重なり、下を取られることが通常のクワガタよりもかなり少なくなります。こうした理由からクワガタ同士だとよく見られる4つ組と呼ばれる組合になりにくく、ほとんどが上下組下になります。また同種での戦いや戦闘スタイルが類似している相手だと、お互いの大顎を挟み合って押し合うという他ではなかなか見られない戦いをすることもあり、少し変わったクワガタになります。そんな高い体勢維持能力を持ったババ黄金ですが、リーチに差がありすぎる相手やスピードが速い相手だと、相手が一方的に攻撃するだけでババ黄金の攻撃が届かずに何もできないまま負けてしまうというパターンになる可能性が高いと思います。特にスピードが速い相手だと隙を突かれて下に潜り込まれたら対処できずに一方的にやられてしまうと思います。そのためババ黄金は体勢維持能力は高いけど、崩されたら切り返しが効かないタイプになります。はい、ということで今回はババ黄金鬼クワガタの戦闘能力の解説でした。今後もクワガタ関連の動画を上げていきますので、興味のある方はチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。